産業です。大きいとも攻略しちゃいましょう。はい、いい感じ。ああ、またこすった。オッケーオッケー、コースなり、コースなり、顔が早い、よっコースなり。お、いいじゃん、ゆうこ。あー、来たー。だー。当たりが良かったー。ちょっと上げてたけどね。風より強かったね、この方が。当たりは良かったよ。このグリーンはまっすぐよ。来た。おー、ナイス。おー、おいいよ、ナイスショー。大丈夫、真ん中行ったと思う。いかん、112ヤード。顔を避けたい。間違いない。まあそこ向いてたんだけどね、ゆっこ。あっちはバンカーじゃない？あっち大丈夫、バンカー手前。あれは段の下に行っちゃうかな。あ、近づいてきた、ゆっこが。オーマイガー。ちょっと傾斜があります、バウンド。まあまあ入りますよ。ナイス、ナイスボギー。んビールと、ビールとスパムおにぎりです。ゲットゲット。これからオーキッドに行きます。はい、ゆっこ。はい、実はこのレアパレスリゾートは、うん、新人ゴルファーの登竜門であり、うん、うん、ゴルファーがたくさん来ています。うん、ね、サインがいっぱいね、サインいっぱいあったもんね、うん、しかもグアム知事杯っていうのがあって、もうすぐ、そう、うん、で結構あの、ね、有名なね、藤田ひかりさんとかが来てるらしいですよ。うん、なんか書いてあった、書いてあったよね。そんなね、結構名門なんで、うん、後半いや光栄ですわ。攻略しちゃいましょう。はいはい、行きます。だいぶ遠い。大丈夫。カート道からだいぶ遠い。やばー。
ピンが見えない。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。